こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターフォースポケットプラス始めていきましょう。もう飲みに行きましょう。左のシミレース男ってアニメーションでトラック走ってきて開くんだ。気まぐれ言うな。もう5年近くやってんのかな、これ。いろいろ新鮮な発見がありますね。ができてるね。農園に行きますか。作物は真っ先に拾いに行きましょう。プレゼントが届いてるよ。どっちがいいんだろう。あ、ガチャをやろう。10回ガチャ。お、SSR 来る。最近よく来ますね、SSR。いきなりかい。静か、なんだこれ。あれか、あれの。高知競馬のあのタイアップ。さらに SSR が来る。静か、ダブル静か。つけようかな、静か。他はまあないんで、ノーマルを一回引きましょう。でしょうね。スピーランキング。へえ、シルフィード強いな。ねえねえ、風のシルフィード。実名はなるとダントツ L ですね。どうかな。ベスト体重は452キロ。お、嬉しいか。よしよし、今残り31周です。ちょっと聞いてよ。前走ドバイタフで惨敗でしたね。元気だね。何この会話。体重はバッチリだね。超成功なんてあるんだ。ちなみにレースは、まあ安田、確かに宝塚とかいいかな。ちょっと長いか、宝塚は。七夕賞あたりかな。鍛えていきましょう。この時期はコバの重賞ってあんまりないですよね。出せるレースは。まあまあかな。ベストバ体重が454キロに進化した。体重はバッチリだね。はい、何です？
まあ高塚は長いよね。だからダセーときにゼースに出しときましょう。ねえねえ、はい、何です？体重はバッチリだね。人参だよな。まあまあかな。さあ、ベストバ体重ともえしょうか。400枚しか稼げませんが、そんなことは関係なし。続き後藤騎手でいきます。はい、何です？お、一番人気。1.2倍、ダントツを一番人気。ただいまより投票受付を開始します。このテレビ中継カメラ？ゲートイン終わりました。体制完了。でも多分もうオンにしてると思う。さあ飛び出した。ジット。ちょっと出遅れたんでしょうか。10番サンライズベガ。ダッシュがつきません。さあ出すか。セコーに下がります。行きましょう。6番ミッキーパッキンが先手を取りました。7番マイネルヤルフ。その外からはヤマニヌイスカー。それからブリッツェン、名称コーリアがその後ろ、外を通りまして次回直線届くのか。そして内からはストロングガルーダ、10番サンライズベガ、そしてそのうちに1番ワイネルスターリー、一番後ろに肩の出すか。もう一度先頭に戻りましょう。じゃあこれ飛ばしていきます。ストロングガルーダ、その後ろでやりましょうか。シャインモーメント、10番サンライズベガ、そのうちに1番ワイネルスターリー、そしてしんがりから肩の出すかであります。引き続き最高峰です。さあそんなにいないですね。かなりリード、ちょっと離れて7番マイネルエルフであります。大歓声が上がる函館競馬場。大歓声が上がる函館競馬場。先頭行くのは6番ミッキーパッキン、肩の出すか。ものすごい足で突っ込んでくる。肩の出すかが襲いかかる。捉えた、かわした。肩の出すか、内を通ってワイネルエルフ一着。肩の出すか、末足爆発、まるで疾風のごとき走りです。このクラスだったな。ドバイターフと落差がすごいな。おめでとう。まあここでも星はもらえます。石はもらえます。2着、7番、3着、5番。おー、結構怖。以上のように確定しました。もっとなんか背景が合ってない感じが。おお、よく頑張った。偉いぞ。何これ、え、何これ。報酬もらいます。こちらないか。私は追い込み場が好きだね。豪快にグワーって上がってくるのがたまんないね。チケットですか。ガチャでそんなものやってたっけ。ガチャじゃないかも。ああ、シルフィードガチャやってたよね。どうしたの。ってシルフィードのお母さんかな。温泉、温泉は定番。いい仕上がりだね。放牧です。ということで、おりゃ、放牧の作業でします。一旦飛ばします。カット。はい、何です？入球かな。お、いいじゃないの。その根性 SS なんですね。前行っても強い。いい感じだね。これで限界近くか。まあやな。体重はバッチリだね。
まだ2000枚だから殿堂入りを満たしはないです。ちょっと聞いてよ。体重はバッチリだね。ちょっと待った、レースレースはセントールと系統杯オータムハンデ、まあ出すとしたら KO 杯オータムハンデですよね。 KO 杯オータムハンデ行ってみるか。引き続き後藤騎手です。大根、お、嬉しかい。何です？あんまり特別餌使えなかったですね。どんどん特別餌使っていった方がいいですよ本当は。でもそうやったら馬体が落ちないもんな。 1.6 倍ダントツを1番人投票受付を開始します。ハンデは 57.5 キロ背負わされています。トップハンデですね。他レインボーペガサスも 57.5 キロ、タマモナイスプレイも57キロか、フィフスペクトルもそう、フィフスペトルもそうですね。さあ不動と言われていますがどうでしょう。テオハイオータムハンデキャップ、中山芝 1600m G3 マイル戦。一瞬静まり返る場内、さあ準備が整いました。さあ飛び出した12頭、まずまずのスタートを切りました。先頭に立つのは何か、タマモナイスプレイ、先頭内を通りましてコスモセンサー、その外アプリコットフィズ、そしてその後ろからどもならず、その外からはオセアニアボス、フィックスペトル、レインボーペガサスがその後ろ、そしていたいた肩の出すかと後頭であります。それからもう一頭村正の妖刀スーパーコーズウェイ、それから一番エアラトン、そしてその外にワイデルコーグ、流れるようにレースが進んでおります。コスモセンサー、そしてその後ろから9番アプリコットフィズ、ちょっと離されまして間もならずこれと一緒にオセアニアボス、そして6番手にフィッツペトルであります。それからレインボーペガサス、ご覧のように一段すごい競馬になって、いよいよ直線パタノダスか、直線伸びてくるのかどうか、先頭渡辺とタマモナイスプレイ、コスモセンサー先頭に立ったレインボーペガサスが差を詰めてきた、レインボーペガサスが襲いかかる、レインボーペガサス先頭に躍り出る、パタノダスかが2番手外をついてパタノダスかが来ている、1着5番レインボーペガサス、1番人気のパタノダスかが2着。負けちゃいましたね。直線短いのを技したかな。あれいまいちだったかな。振りが良くないのか、そんなもんかな。8番馬がレースから帰ってきたね。ちょっと元気ないね。いい感じだね。はい、何です？中一新聞杯勝ってたのにこのクラスの重賞だとまだきついのかな。できてるね。農園に行きますか。ちょっと聞いてよ。ただもうちょっとかかりますね。10月になりました。あと2週。ちょっと聞いてよ。
挟まないといけません。2週できれば3週かな。空き店などは捨てて。そういえばさ、練習はやってるんですけどね。じゃあどこがいいんだろうな。ジャパンカップじゃちょっと美容距離が、マイルは戸惑ってたとか言うからな。まあその辺ゆくゆく考えましょう。はい、何です？22周ですね、残りは。よし、穏やかになった。体重はバッチリ。はい、何です？叩き合いも強い。なんでコイスにいたらいいかもしれないですね。差しもいいけど、状況によっては先行もありえますね。このスタートもなかなかいいんで、前に行かせてもいいんじゃないでしょうか。はい、というわけで今回の成績です。ちょっと系統杯オータムハンデ勝てなかったのはちょっと辛いな。あの走るレースもまあ決めていかなきゃいけないですね。ひとまずはマイルチャンピオンシップあたりが目標になるかな。どこまでやれるのか気になるけど、チャレンジカップが 2000m とかそのあたりですね。まあ、マイル中距離を中心にしたいと思います。まあ、ここから巻き返していければいいなと思ってますが、果たしてどうでしょうね。はい、ここまでとなります。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。今まで遊んだスタホースポケットを記録プレイリスト URL 載せております。説明欄にアドレス記載します。ぜひご覧ください。またブログ、ツイッターやっております。こちらも説明欄にアドレス記載します。よろしければご覧ください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。